at you have at this moment 黒い四角抽象頭に来た時に平常心を保つコツ1です。手にケラ3で吐くを3回繰り返すことで副交感神経を活性化させる。両手の薬指以外の指先を少し痛い程度に揉んでも副交感神経が活性化。ゆっくり表情を変えずに淡々と話す。言葉が早くなると呼吸が浅くなるため、黒い四角、抽象、失礼な人は相手にしなくていいというルールを自分で作る。失礼な人というのは最初から自分と分かり合おうということを放棄しているし、人に失礼であることを土の土で領地としている程度のものなのだから、このルールを決めておかないと、うっかり挑発に乗ってしまったり傷ついてしまったりする。黒い四角、抽象、不満を言うことは時間の無駄。ほとんどの場合、その状況に自分を置く過程で行った意思決定は自分の行ったものだし、謙虚に現状を冷静に受け入れて、次に何をすべきか考え、実行すべき。不満を言っても、誰も幸せにはならない。誰も幸せにならない行動はしないようする。近く、助け合う意味。自然界は弱肉強食ではなく、適者生存。遺伝子を残せた者勝ち。種の中に多様性がある方が残りやすい。人間は弱いので、支え合うことを生存戦略としてきた。つまり、弱者とも助け合うことは、多様性を保ちながら生存をしていくための人間が選んだ戦略。黒い四角、抽象、学校でいじめを受け、ブラック企業でパワハラも受けた経験者として、一つだけ断言できることは、いじめやパワハラに耐えてもいいこと、など一つもない。人間的に成長するどころか、精神的なトラウマを負って、その後の人生を台無しにされるリスクの方が、容易に高い。だから全力で逃げろ。黒い四角、抽象、何が起ころうと、ラッキーって思っておく。失敗したから学べることがあるし、挫折したから終える別の夢があるし、比べたから出会える異性がいるし、問題があるから解決できるし、どん底にいるなら上がるしかない。すべては捉え方次第。全く同じ状況下でも、不運だと思うか幸運だと思うかは個人の選択。黒い四角、抽象、自分の人生に満足してる人は、わざわざ他人の人生にケチをつけない。そもそも自分の人生が充実してれば他人の人生にケチをつける暇なんてない。第三者にケチつけられたら、あ、自分の人生に満足してない暇人の八つあたりだ、とでも思ってやり過ごせ。機嫌悪い暇人の言うことなんて気にしてたらもったいない。黒い四角、抽象、周りの目なんて気にする必要はない。想像の遥か上を言って、周りは誰かに興味ない。どう思われてるのかな。とビクビクしてる間にも周りは昼ご飯何食べようかな、帰ったら何しようかな、とかしか考えてない。人間は基本自分以外に興味ない。周りの目なんて気にせず気楽に。黒い四角、抽象、陰口悪口嫌がらせに反応するな。反応しても相手が喜ぶだけだ。争いは同じレベルでしか起こらない。陰口悪口嫌がらせするような連中と争ってたら君の品格も落ちていくぞ。わざわざ自分の品格落としてまで相手してやる必要はない。時間の無駄だ。人生は短い。しょうもない連中の相手してるかなんてないよ。黒い四角、抽象、好きなことを仕事にできるほど人生は甘くないという人が多いが、人生のほとんどを仕事に費やす役だから、好きなことを仕事にするのを諦めるのはおすすめしない。好きでもないことを何十年もする大変さに比べたら、何年かかってでも好きなことを仕事にする方法を必死で探して努力する大変さなんてちっぽけなもんだ。